フランス語の未来形は主に2つ。単純未来形と近接未来と呼ばれるものです。日常会話でよく使うのが校舎の近接未来。これは動詞あれと動詞の原形をつなげて作ることができます。旅の予定を書くときも、このあれと動詞の原形をつなげて作ってみましょう。例えば101ページにある例文。 Je vais voyager en France en août. Nous allons visiter l'Arc de Triomphe demain. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. この活用をマスターできたら次に「Je vais tu vas」vas のあとに好きな動詞の原型をつなげて練習すると口の動きが未来形に慣れてくれますよ。例えば「Je vais tu vas ヴ o y a ジェ」「r ヴ l va ジェ」「イヴァヴ r e l ジェ」「エヴァヴ y a g ジェ」といったようにです。ぜひ試してみてみください。 また旅行中にしたいことについては「je vais の代わりに je を用います。食べたい」だったら「je manger または」je voud「voudrais goûter ということができます。こちらも「je voudrais の後にいろいろな動詞の原型を組み合わせて文章を作ってみてください。